はい、リリチョです。ということで、今回は RPG シミュレーターっていうマップをやっていきたいかなと思います。RPG、ロールプレイングゲームですね。有名なので言うと、ドラゴンクエストとか、ファイナルファンタジーとかが RPG っていうものに分類されると。それのシミュレーターゲームっていうことで、よくわからないんですけど、RPG が体験できる世界なのかなと思ってます。やっていきましょうか。RPG シミュレーター。これはモンスターを倒して戦利品を取得し、より強力になるゲームです。ロビーのクイックツアーを行います。多分この説明だね。なるほどね。これソードショップだって、ソードショップ。冒険中にあなたを助けるためにここで剣を購入することができます。あなたはよりいい剣を獲得するでしょう。ボスを倒すといい剣を獲得できるようになるわけですね。ルーンってなんだ？ルーン文字はスキル、魔法だ。みんな魔法。ペットもいるらしい。ありますもんね。ファイナルファンタジーで言うと、召喚獣ですね。ドーンテレポーター。なるほど。いろんなほらあるじゃん。砂漠地帯とか海のエリアとかそういうところにテレポートできますよっていうことですね。ボステレポーターが強度が十分になったらソロかパーティーでボスを倒す。ワールドテレポーター250に到達した瞬間ワールド2にテレポート。今回ちょっと無理そうですけど、レベルを上げたらワールド2ってのがあるらしいですと。かなりいいです。うわ、みんな見てこれ。いや、なんか弱っちい紙で書かれてるみたいな感じで、すごい弱っちい剣なんだけど、これダンボールじゃないこれ。うわ、かっこいい。なんかほら剣振る感じ、ほら3段階だね。1、2、3という感じですね。で、技は覚えてないですね。虚栄心。これ多分ルーンかな。で、リング、ネックレス、防具とかも手に入る。かなり作り込まれてますね、これね。あ、レベル10とかになったらほら、装備ができるんだ。あ、ここだ。行こう。平野。来た、来た、来た、来た。最初のエリアに来ましたよ。倒していくか。よしよし。あ、敵も動くんだ、ちゃんと。今までのシミュレーターと違って、今回ちゃんと敵が動いて、ほら、攻撃をしてくる。起き倒した。で、左上が体力ですね。で、敵を倒したら大丈夫と。レベルも上がった。いいね。倒していくか、だんだん。え、さあ、最初は弱っちい剣だけど倒して確実に経験値を上げていく感じでいきましょう。面白い、面白い、面白い。オッケー。まあ、一旦はこういう雑魚敵を倒して進む感じでいきますか。これどこまで続いてんだろうね。攻撃をしてこなかったら相手も攻撃してこないと。ちょっとドラクエスタイルになってますね。で、こっちになってくると、クマ。なるほどね。ちょっと目がないけどめちゃめちゃ怖いですね。体力が10あるので、ちょっと強化がされてるっぽいんですけれども、まあ、こちらもレベル4ということで対応はできるでしょうという感じですね。OK? さすがに段ボールの剣なんで、やっぱ1ダメージずつしか入らないから結構時間かかっちゃうね。あとほら、すべての攻撃が当たるわけじゃないんよ。だからそこは結構大変。OK? うまくはまった。これどこに終わりがあるんだろうね。うわ、やられた。マジか。剣屋さん行ってみる ?280 ゴールドあるんで買えないかな。あ、買えるじゃん。木製クラブが買える。500円でストーンハーマーだって。これ明らかにさ、おかしい。レベル2500とか、何これ、名誉の数がやべえ。一番安いやつ買いますか。はい。買った。ほら、ペーパーソードじゃん、やっぱ。紙じゃん。紙と接着剤でできています。これで殺される人は誰にとっても気分が悪い。そりゃそうだろうな。さあ、木製クラブに成長したということで、強そうだね。ちょっと頭にめり込んじゃってるけどね。よし、これでいこう。いや、待って、みんな面白い。このマップ普通におもろいぞ。やり込み要素満帆じゃん。待って、ってことはさ、これさ、うわ、2ダメージ入る。うわ、3発で倒せるぞ、みんな。これボスいけちゃうんじゃねえ、みんな。まだ無理かな。ちょっとボスやってみようぜ。50だから25回当てないといけない。いくぞ、勝負。うわー、ちょっと無理かな。ほら、ボスはさすがに無理か。まだ、あー、ボスはちょっと無理そうですね。逃げろー。 YouTube に実装が入ったらしくて、動画の低評価がなくなると。低評価画面が見えなくなる仕様が入るみたいですね。まあ、これはいいことなんじゃないのかなと思います。なんか僕結構アンチ多いんで、僕。なんでなんか普通にまあ、なくなるのは嬉しいかなと思います。低評価がなくなるのはね。クリエイター側からは見えるんだけど、視聴者側から見えなくなるんで、そういうなんか低評価のいたずらとかするじゃないですか、うちの視聴者。なんかそれがなくなるみたいですね。まあ僕の中では全然なんか嬉しいかなっていう感じですね。はい。なんかどん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 そうやっていろいろ制限されていくからさ、まあ、いずれはなんか高評価すらも押せなくなるんじゃねえかみたいな。ワンチャンさ、コメント欄とかもなくなるんじゃねえかみたいな感じになっちゃうよね、その感じだとね。まあ、なんかそれが少し心配なところではあるよね。っていう話をしながら、600円貯まったんで新しい武器買いましょう。もうグレートクラブとはお別れです。この木とはお別れします。確かさ、その次のやつが買えたと思うんだよね。ほら、ハンマー、ストーンハンマー。これ装備しようぜ。4ダメージだって、いきなり進化したぞ。もう2発やぞ。もう2発で倒せる。さすがにさ、2発になったらさ、ボスいけるんちゃう？ボス倒していこうぜ、みんな。はい、ついにリベンジ戦だね。さっきはちょっとね、ボコボコにやられちゃったんですけど、今回は4っていうことで、13
3回かな、13回当てれば勝てる。いくぞ勝負。さらに今回レベルも上がってるんでね、あ、いけるいける、みんな倒れろー。待ってみんな、3ダメージか。錆びたブレードだって3ダメージだけど、ほらストアーマー4なんでぶっちゃけいらないですね。あ、いけるじゃんみんな、7から27だ。砂漠地帯行きましょう皆さん。じゃあ砂漠地帯になってくるとは、敵も強いね。普通のスケルトンで30あるぞ体力。だけどハンマーを手に入れた僕は無敵ですよ皆さん。 OK。 でさ、レベル10になったら技を覚えるって書いてたよね。であと少しでレベル10いけそうなんで、新しい技かなんかを装備できそうですね。あと1体倒しちゃおうぜ。 OK 倒した。さあレベル10になったことによってこれ覚えられるんちゃうの。来た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 、みんな試してみるわ。 Q ボタンね、いくよ。強っ、8だってみんな。いいね、初動で8与えられるの強いね。しかもさ、すぐ使えるようになる。まただから一旦序盤はこれで詰めてから、そっから攻撃開始。そうすることでほらだいぶ効率よく倒せるわけですね。だからハンマー攻撃2回分だね。なんかボス挑んでみるわみんな。一応ボス挑んでみるね。技も覚えてるからワンチャン勝てるかも。まずは先手必勝。さて確実に外さないように攻撃をしていこう。あ、ワンチャン勝てるみんな、ワンチャン勝てる、ワンチャン勝てる。で溜まったらすぐ技、溜まったらすぐ技使って8ダメージ食らって、ギリギリ勝てる。きたー。で武器手に入った。待って、5ダメージ。あ、1上がる。よし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 。じゃあ拠点に戻って次のエリアに行く、かつ、新しい武器買っちゃいましょうか。5なんですけど、ダメージ6になるね。まあ、1でも上がるんだったらいいだろう。で、買っちゃおう。で、ハンマーを装備という感じでいきますか。ウニみたいじゃない？なんか美味しそう。あ、フォレスト。さ、強。トライベスメンってなんだ。トライベスメンって何？なんか狼人間みたいな感じか。やるか。12も入るようになったから、一応こういうのはすぐ倒せそうだね。森の精神。どういうこと？ゴーストか？幽霊だな。やるか。さあまあ、さすがに15レベルなんで、そんなっすね。そんなきつくない。ボスが見当たらないね。今回からなんかちょっとアスレチックっぽくなってきたね。うわ、いた。ストーンゴーレム。225だって。さすがにまだ無理だね。18レベルぐらいにしようか。やっぱ体力がないとちょっと厳しいんで。あ、なるほど。スロット E ってのが20らしい、みんな。これがレベル20になったら解放されるらしい。今1個しかないらしい。こっちの技も使えるっぽいね。ちょっと使ってみるか。あ、こっちの方が強くね？みんな、こっちの方が強くねえか。え、今のさ、スピンの方がめっちゃ強くね？だってさ、めっちゃ入ってるダメージ。ほら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 。いや、絶対こっちの方が強いじゃん。超強えって。やばいってこっち何ダメ入ってる？え、30ぐらい入ってない？え、30ぐらい入ってるぞみんな。やばいってこれ、強すぎるって。これボスいけるべ、それだったら。え、ボスやっちゃうねみんなね。おい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 、おい、どうした？ボス勝負しろ俺と。でスピンでちゃんとダメージ与えて、おお、強い強い。互角の戦いしてるほらみんな、ボスと。はい、スピン、スピンでかけすぎ。うわ、倒せるかこれ。お、一発で倒した、いいね。あれ？なんか何も手に入らなかったね。なんか毎回さ、ボスを倒したらアイテムが手に入るみたいなのがあるんですけれども、今回そういうのはないのかな。OK みんな、レベル20に上がりましたんで、多分ね、技がまず1個入るね。OKOK。25になったら、月スライス。三日月のスライスを解放。これ月が天章みたいな感じかな、ブリーチの。あ、みんななんか手に入ったわ。手に入った。リングが手に入ったわ。アタック5。なんか攻撃力が上がるリングじゃない？さっき手に入らなかったね。ランダムなんだ。ほら、リング。どこにつけとるんこれ。めっちゃ強なるんちゃうのそしたら。いや、えぐい。やばすぎみんな。強化の対応がやばすぎる。どんだけ強化された今。やばい。必殺技だけで倒せるぞみんな。スピンだけで倒せる。いくよ。ほら、終わりなんだけど。やばすぎだろこれ。超強化されたじゃん。普通に全体的な能力値が上がってるからさ、もう不死身やんこれ。待って、あ、でもこれあれか、31レベルじゃないと買えないんで、どっちにしても。だからもう買っちゃおう、ゴールドの剣。はい、装備という感じで、もいらないやつは売ってくべ。
らないいらないいらない、もう全部売るか、はい、売っちゃおう。次のエリアビーチ行きましょう。いやこれもう人やんもうこれ人ぶち殺しに行くの、サーファー殺すの、ええ、もう人殺しやんたらの。だけどほらもう一発で倒せます、はい一発です皆さん、はいもうサーファーに関しては一発です、はい一発で倒せます。これずっと無限ループ、あ待ってなんか手に入った指輪、え何これ、あ30レベルだってアタック6だってこっちの方が強いじゃん、でも30レベルにならない手に入らないって、なるほどこういうモブキャラ倒してもなんか手に入るわ、なんかドロップするらしいアイテムだから分からんな、とか前のエリアとかでもめっちゃ強いアイテムとかほら防具とかが手に入った可能性あるかもしんないね、もしかしたらね。みんなボス行こうぜ、なんか行ける気がするわ、もうこの指輪が強すぎるからさ普通に倒せる気がしてくる。500だって体力いけるかな、やってみよう挑戦 OK、 必殺技が溜まったらもうすぐに攻撃でもこすぐ攻撃攻撃連打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 で上から下ろして回転切りと、これギリギリ勝てそう、はいキャー、あ同じ指輪だみんな、なるほど同じ指輪が手に入るんだ、普通のモブキャラ倒してもドロップするらしいっすね、これ初めて知ったわ。確かさ、ペット引けるよね。はい。あ、みんな、来た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 。ペット手に入った。体力の 5% で癒されるだって。どういうこと？あ、いた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 。ちっちゃ。ちっちゃ。いいね。なんかこう、能力がつくらしい。ほら、特殊能力。なんか体力が 5% で帰ったら多分体力の回復速度が上がったんかな？だからボス戦とかに有利なのかもしれないね。てか皆さん、そろそろさ、新しい技を覚えるんちゃうの？ 25 で覚えてるね。これ、いいねやついらないよね。やってみるか。三日月切り。強っ !32 だって。しかもさ、2体同時に倒せるぞ、これ。めっちゃ指輪手に入る、ここ。指輪狩りできるね、指輪狩り。もう一生指輪手に入るぞ、これ。ここでめっちゃお金貯めればいいじゃん。で、指輪が1個300円ぐらいでしょ？めっちゃお金の貯まり方いいよな。いや、俺結構 RPG ゲームとかめっちゃ好きなんで、こういうとこ探してたんだよな。アイテム効率で経験値効率のいい場所をずっとくるくる回るの好きだったんで、このマップ俺向いてるかもしんないね。さあちょっとさ、ボス戦行ってみようか。新しい武器手に入って、技も覚えて、指輪も手に入れてるんで、パイレーツキャプテン。すいません、BGM。BGM 切れません、皆さん。みんないたぞ。こいつか。残り15分で倒さないといけないらしい。でも倒せるよね、多分ね。行くよ。おい。待って、みんなきついかもしれん。あ、でもさ、ほら、体力の回復自体は早いんで、ワンチャンいける。いや、でも一人じゃ厳しいか？うわ、大砲とかも飛んでくるぞ、みんな。大砲とかも飛んでくる。結構きついかも。こういう、なんかこう、海賊の攻撃も避けながらやらないといけないの？ちょっと一人じゃ厳しいかもね、これね。余計の攻撃。はいはいはい、やっていくよ。うわ、ちょっと厳しいかもしれん、みんな。ちょっと厳しいかも、さすがに。ダメージ与えてるんだけど、俺大砲避けながらきついね。いや全然減らねえ、みんな体力ありすぎる。こいつ体力減っちゃうね。体力がすぐなくなっちゃう。怒ってる怒ってる、なんか怒り出したって。パイレーツ怒り出した。体力半分減らしたらやばいやばいやばい。オッケー、攻撃、はい攻撃で、はいはいはい、月がテンション、はいはい、やっていく。やべ、みんな俺体力がもうギリギリ。オッケー、一旦下がりの逃げながら回復もしつつ、はい、トルネード。トルネードで逃げながら攻撃していくよ。溜まったら攻撃。よしよしよし。いいね。逃げながらの戦法いいね、みんなほら。攻撃をやりながら。15分あるんで、逃げながら戦法でいくわ。で、溜まったら攻撃。ほら。いいね、いいね、いいね、いいね。確実にダメージ与えてる。オッケー。ダメージ与えて、逃げて、逃げて。はい、攻撃。あ、全然食らわない、みんな体力。ほら。ずっと溜まっていく一方だ。このやり方いいかもね。もうずっと動きながら攻撃。ほら。動きながら攻撃。確実にダメージ入れていく。月がテンション。オッケー、44。あと少しだね。トルネードでダメージ与える。よし、ラストラストラスト。オッケー！デイリーレイド。めっちゃ手に入ったなんか。8万？なんか桁がえ？桁が違くないですか？ 8 万ってやばくない？ 8 万って、買えるやん、これ。テンプルナイトズ・ド・ブルドベアが買えるやん。でも、レベルが足りないんだよな。あれ？レベル33だもんな。レベル33なんで、レベルが足りないんだよな。宝箱買えるぞ、みんな。じゃあさ、もうどうせ動画終わっちゃうし買っちゃうわ。ライムシャインオーラって何これ？ライムシャインオーラ？何これ？これ手に入ったから何なの？なんか手に入ったからってなんか全部ゼロなんだけど。
え、これオーラが手に入っただけ？これオーラ宝箱ってなんだろう、これ、これぼったくり、これぼったくりじゃない、これなんかマジでなんか草地よって言われるぞ、これ草地よって言われそうなんだけど。はい、そんな感じでちょっとどうでしたでしょうか、 RPG シミュレーター。まだまだやり込み要素がありそうですね。なんかここからが面白くなりそう。あ、普通に面白かったと思う、面白かった。オーラとかも手に入れてよくわからないんですけど、まあ皆さんぜひともねやってみてください。まあ1300レベとか普通にいるんでね、すごいよね。ちょっとやり込んでる人が多いみたいです。はい、ぜひとも皆さんね、チャンネル登録と高評価たくさんお待ちしております。そんな感じで今日の動画を終わりにします。バイバイ。